アフマド・ナディーム・カースミーは、パキスタンの作家。イギリス領インド帝国時代のパンジャーブ州、サルゴーダ軍の農村アンガに生まれる。父親は、農業で生活する、宗教家だった。7歳で父親を亡くし、学者であったおじに引き取られる。サーニク・エジャートン・カレッジで、ウルドゥ文学、アラビア文学、ペルシア文学を学び、卒業後は就職と失業を繰り返す。 不安定な生活を送る。税管理を経験した時に、不正や汚職が横行する一方で、逮捕されるのは貧困者である様子を目撃して、辞職した。社会に対する批判意識は、カースミーの作風に影響を与えるようになる。文学が盛んだったラホールに移り住んでからは、週刊文芸誌花や女性文化の編集者や、ペシャワールラジオで働いた。 1940年に初の短編小説集を発表して以降、毎年のように次々と短編集を出す。1947年のインドパキスタン分離独立以降は、そこに題材を取った動乱文学と呼ばれる作品も書くようになる。1948年にパキスタンにおいて再建された進歩主義作家協会に参加するが、1951年に、 ラーワルピンディでクーデター事件が起きると、詩人のファイズラ・アハマド・ファイズらと同様に、カースミーも逮捕された。公金後には、文芸誌、フヌーンの発行に携わり、詩作を中心に活動した。カースミーは、短編小説集16冊、詩集5冊、その他の評論集など、約30冊を発表した。作品は、英語、中国語、ロシア語、チェコ語に翻訳されている。 主な舞台としては、パンジャーブ地方の農村が選ばれている。主役となるのは、日雇い労働者、未亡人、孤児、老人、貧困家庭の親子といった人々であり、地主や役人、警察、金貸しが抑圧する側として登場する。また、第二次世界大戦や、インド・パキスタン戦争の時代を舞台として、戦争で家族を失った者や、避難民、宗教をめぐり対立する者、 貧困者の心理を描いた。その作風は高く評価されており、パキスタンの優れた女性作家とされるハディ・ジャマス・ストゥールなどの作家たちに影響を与えた。ありがとうございます。